統一ライオンズは台湾の中華職業棒玉大連盟所属のプロ野球チームである。チームカラーは緑色とオレンジ色。球団親会社の統一企業グループは台湾の流通最大手であり、同グループ参加の統一長賞がセブンイレブンを台湾全土で運営している。そのため、宣伝を兼ね2008年から、 球団名を統一セブンイレブンライオンズに変更した、ただ便宜上などの理由としては統一ライオンズに呼ばれることも多い。同グループが本社を置く、台南市を球団本拠地としている。1997年に台湾大連盟が発足するまで台湾南部唯一の球団で南派天の異名を持つ。中心兄弟と並ぶ老舗球団であり、2016年シーズン終了現在、 通算勝利数と年間王者決定戦上の出場回数年間王者10回は連盟最多を誇っている。中日ドラゴンズと業務提携を結んでいる。1995年に福岡ドームで開催されたアジアパシフィックスーパーベースボールに出場し、福岡大英ホークスを1対0で下した。ありがとうございます。